プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。皆さんごきげんよう。破壊神。今日は、今日は僕にパソコン壊されたよ。オウくんがパソコンのモニターを壊してしまいました。落ちちゃいました。あのね、動くっちゃ動くけど。あのね、パパね、今日ね、パソコン立ち上げようと、パソコンの前に立ったらなんか置き手紙があるのよ。あ、なんだこれと思って読んで、パソコン電源入れたわけよ。うん。そしたら、モニターがこんな感じです。あと、お手紙の方もね、一緒に撮影しているので、映像どうぞ。ほら、見てこれ。めっちゃバッキバキでしょ、この状態だったの。しかもこの手紙いい読むよ、うん、膝の青わざが痛すぎてパソコンのマウスが飛んでいっちゃいパソコンに当たりました。直すときは多くの財布で払ってください。え、だって俺が壊したから、うん、俺の財布で払って。ちょっと待って、あのね膝の青わざってオウくんこの前なんかあの、そう、転んだのよ。自分で転んだんでしょ。なんか痛いとは言ってたよね。ね、バカ痛い。見せて。ちょ、見てみる？やばいよ、うん、やばい、めっちゃやばいよ。昨日ちょっと泡沿いになってたけど、見せて。それも見えるんじゃない？え、こう、うん、あ、もう、お、本当だ本当だ。ほら、やばいしよ。テーブルにね、今ね、ちょっと足見せるために足置いてるけど、普段こんなことね、しちゃダメだからね。本当だ。やばいっしょ。なんかところどころ怪我してるとこあるよね。手は大丈夫だったの？手は大丈夫。え？転んだ。手怪我しない手のひら。こうシュッて止まったから。肘とかズズって。私ここら辺になるかも。ね、あと肘わかる？うわーってなる。そう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 。大丈夫？痛そう。今も痛い？うん。マジ？手術するとダメ。あ、そっか。本当だ。今崩してるもん。え、その膝の青あざが痛すぎたの？そう。痛すぎて。痛すぎたからパソコンのマウスが飛んでった。こう、あの左持っててマウスがボーンってこう離しちゃうなんて。痛っ、バーって。そう、うん、間違えて、うん、で、こう当たって。どんな感じ、はい、やってみて。じゃあ、ここパソコンの画面だとするよ。はい、ね、うん、このカメラがパソコンの画面だとするじゃん。こうこうってやったら、うん、もうめっちゃなんか痛いところでヘッドショットきたなって。うん、ね、あ、そういうこと。バーンってこう、バーンってパソコンの椅子に座って。そう、どれだけ痛いかなと思って自分でトン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 ってやったのか。で、なんかヘッドショット食らったのか。うん、で、痛っと思って、うわー痛っってなって、で、手をパーってやった時にパソコンのマウスに当たってバゴーンって、ね、え、手は大丈夫か。手は大丈夫。痛すぎてパソコンのマウスが飛んでいっちゃって。そう、パソコンに当たりました。わざとではない。はい、そういうことか。で、切れてこう、ガシャーン、ってやったわけじゃん。うん、うん、それで直すときは多くの財布で払ってくださいごめんなさい、多くん自分でもう払うからごめんなさいって思ったの。え、多くんさ、しょわれたときさ、やっべって思ったの。どんな感じだった？え、それ、いつの話？昨日の日、パワーがなんか、うん、買い物行ってたじゃん。うん、なんかその昼、なんかその昼ぐらいにね、缶詰買いに行った。昼？学校だから夕方じゃない？夕方か。うん、そう、5時とか6時とか、うん、ね、ね、え、その横の横でひめちゃん液タブで書いてたよね。そう、私全然気づかなかったんだけど、うん、え、それで、あ、ひめちゃん集中してたらもう全然気がつかないから、周り、うん、爆弾降ってきても分かんないからね。そうない、地震来ても分かんないし。いや、それは分かるかもしれないけど分かんないけどね。え、それで僕、やっべと思っても電源落としたんだ確かに、なんかね、途中でね、ロブロックスパッとやめて、うん、テレビで YouTube 見始めたのえ、なんか珍しいなと思って、うん、え、それで、おうくん、この手紙いつ書いたの？え、あのね、今日のね、学校行く前にね、うん、すぐ書いてんの。うん、朝。あ、そういえば俺壊しちゃったわと思って、で、パソコンパパがつけたらバレるから、もう、おうくんが自分で壊したんだっていうことを伝えようと思って、うん、へー、なんか言葉だったら怖くない？ね、なんか直接そう、別に怖くないけど、そうか、怒られるかもしれないと思ったってこと。そう、けど、おうくん素直にちゃんと言えたね。いや、
これパパがちっちゃい頃だった、あれ壊れてたんじゃないの、俺じゃないよって言ってたかもしれないしさ、ねえ、そうやって素直にね、あの僕がやりましたっていうのはね、すごいいいことだからね、えらいよ、おこすごいね、ね、あのモニターいくらするか知ってる、どれぐらいだと思う、30万、そんなにしないよ、あれパソコンってでもモニターだから、うん、あーモニターだけ、本体の方やってたらやばかったけど、あーデータがね、やばいやばい、10万なくなっちゃう、10万もしないよ、モニター5万、うん、しないしない、2万、そんな高いやつ、うん、3万ぐらい、2、3万、3万ぐらいだと思う、そんな高いの使ってないから、え、それでオー君の財布から払っといてって書いてるけどさ、オー君財布の中にいくらあるか知ってるの、わかんない、お年玉全部ね貯金してるからね、うん、全部入れてるからね、そこからもう払っといてくださいって、オー君と姫ちゃんそのお小遣い使ってないもんね、うん、あとねちゃんとねごめんなさいがねできてます、正直に何をやったかを言ってそれで反省して謝ることができてます、偉いね、オー君、なのでね今回はねオー君のお小遣いからは払わなくていいからね、その代わり姫ちゃんのお小遣いから払うからね、いや違う冗談冗談、あれ冗談あの、うん、うん、もうね買います、だから大丈夫だよ、これからねオー君さその足とかもしかしたらわーってなるときもうパソコンの近くでさやらないようにね、どこでやればいい、ソファー、あソファーでやるっすね、ちょっとソファーがぶっ壊れたぞ、わかんないよ、でもベッドの上でいいんじゃない、ポンポンプリンがそっか、たくさんいるもんね、わかんない、逆にポンポンプリンだったら大事だから、あのパソコンも大事か、うん、じゃあ僕外でやったら外でトン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 、ベランダ、うん、外、あ外もう出ちゃって、うん、駐車場で、うん、トン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 って、いや、あの車壊れてる、あの時短台踏んだら地球割れるんじゃないバキ、うん、バキってそしてオー君お家に帰ってきた時さ、パパ何も言わなかったでしょ、オー君どんな反応するかなと思って、なんか言われるかなと思った、怒られるかなって、今日どんな感じだった、帰ってくる時、はぁ、辛いな、やっちゃったなって、そんな感じ、なんかちょっと帰りづらいなって感じだった、うん、で怒られると思った、めっちゃ怒られると思った、なんて言われると思った、え、俺さ、もともとさパソコンの自体分かんなかったね、あのなんかさ、あのモニター割れたらさ、そのなんか本体のデータも消えるのかなって思ったさ、消えない消えない、あくまで、そう、映るもの、そうだからテレビでも映ると思うよ、うん、そしたらオー君普通に帰ってきてね、気まずそうな顔してたんだよね、ずっと、あー確かにちょっとしてたかも、で、しかもおとなしかったんだよね、うん、いつもだってさ、お腹すいたーとかって、うんうん、何かないって、うん、ねえねえ、お腹すいた、ラブラックス宿題はってじゃないよ、ラブラックスそのままだ、そんな感じ、ね、いつもなのに、何にも言わなかったんだよね、僕、うん、ただいまって帰ってきて、おとなしい一個して手洗いうがいしてしかもいつもさ、ランドセル重いから、うん、あ、重い、手伝ってって言うんだって、私、うん、ひめちゃんこれ持ってって重いよね、言ってなかったもん、そうちょっと様子が違ったオー君でした、うん、めっちゃ怒られると思った、え、なんて言って怒られると思ったの、なんか例えば50万円すんのみたいな、そういう感じで、これ高いんだぞって、何やってんだこれ高いんだぞって言われると思ったの、そっか金額聞いてちょっと安心したので、3万円ってめっちゃ高いからね、うん、確かに、ゆきちさん3人分だからね、まあ、うん、そうね、ちっちゃいものはまだあのパソコンの本体じゃないから、そっちだったらちょっとやばかったけど、まだモニターだから今回は、はあ、よかったね、ダメだけど他にオー君隠してることない、なんかないよ、待って怖い、なんかパパこの場を借りてさ、なんか聞き出そうとしてる、オー君他になんか隠してることあるでしょ、マジある、今のうちに言っときな、わかんない、はいどうぞ、素直に言って怒んないから、なになんかない、何、なんかあるでしょ、ない、自分の口から言った方がいいよ待って、え、わかんないわかんない、ガチで、わかんない、あれだよ、あれあれって何、あれだよ、言ったらいいじゃん、まず
自分の口から言わないとやっぱりね。マジで嘘じゃない。カマかけカマかけあるでしょ。マジ何あれだって。もう勇気出して言っちゃいな。ガチで何言っちゃいな。マジで何知ってるんだからもう勇気を出しなさい。だ何正直に素直に。だから何もう。それも多くの口から言うことだから。なマジ何パパが言う。パパに聞かないで。多くの口から言うこと。え今パソコンのこと以外で何か隠してることないかなって言ってんだけどね。何え私わかんないよ。あれだよマジ。おーちゃん、ね、動画界で教えてガチで。いや動画界とかじゃなくてもう本当マジわかんない。ないんじゃない。ない。うん。あるじゃん。なに。おうくん。カマかけだよ、カマかけ。うん、笑ってんじゃん、まず。知ってんだから、もう。もうわかんないけどよ。パパに言わせる気いいの。うん。言っちゃうよ。うん。おうくんの好きな子は。だよそっちか。B 入ったからね。え、それ別にさ、秘密にしてることじゃなくない？オークンはそっちかよって言ったけど、多分 B かよみたいな感じで聞こえてると思うけどね。確かに。そっちでした。別に秘密にしてることじゃないよね。確かに。そっちでした。まあ、好きな子に対しては秘密にしてるけどね。わかったー。ほんとね、あの悪いことしたらね、ちゃんと素直にね、謝るっていうことはすっごい大事なことだからね。オークン大人になっても、ね、続けてください。うん、ですね。うん。えらいね、よくこうやって手紙もかけてね、うん、ちゃんと伝えることができてえらいです、うん、はい、以上ね、今回の動画はオークン破壊神のお話でした。はいはい、オークンにパソコン壊されたかっこモニターだけどね。え、姫ちゃんはどう思った。オークンこれめっちゃ怒られるわと思った。いや、そもそも私気づいてなかったんだよ。あ、そうか。うん、だけどパパが今日の朝、うん、ひめちゃんこっち来てって、うん、これ見て、そう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 、お手紙持ってね、これ見て、わお、これ多分オウくんやっちゃったなと思って、ちょっとオウくんやばいんじゃないと思っちゃって、正直、うん、めっちゃ怒られるぞと思って、うん、だけど手紙見た瞬間、うん、あちゃんと謝ってるんだなって、うん、成長したのなってちょっと感動したんだよね私。うん、しかも手紙あるから怒らないと思った。いや、だけどね、まだパパはそのまま謝らずにごまかしてたりとかしてたら怒ってたのも多いけど、うんうん、別にそうやって言ってるからそこまで、うん、そうだよ、怒らないこれ、ね、なーっと分かってごまかしてたり、いや俺知らないって言ってたらめっちゃ怒ってたからね、うん、めっちゃ怒ってたからね、なんかそこまでなんかうわーみたいな感じで。じゃあね、これからね、僕はあの足痛いかどうかチェックしてね、ヘッドショットが危ないから、そういう時も外で地団太踏んで頑張ってください。じゃあね、今回の動画はこの辺りで終わります。はい、ね、オークンね、許してあげるからね、大丈夫だからね、気をつけようね、うん、これからも素直にね。 OK、 これ誰のマネだ。ちょっと EQ師の先生。そうそうそう。これどうって、こうなんだよ、わかった OK。めっちゃわかる、めっちゃわかる。だってパパも向こうでパソコンしてて、うん、オッケーとかってよく聞こえてくる、うん、めっちゃわかる。去年先生にオークンさ、あの書き詰め見てもらったじゃん。あ、そう、先生習字めっちゃうまいもんね。そう、あ、じゃあさ、あ、今日もあるわ、冬休み。あれじゃん、先生にオークン宿題書いてもらって、それを提出したらめっちゃうまい。あ、いいね。いや、やばい、全然、ほら、ダメ。そんなことしてダメだって。絶対ダメ。なんでそっちが悪いことなの？ていうか、バレるでしょ。バレる、うん、なんか絶対バレる。仮にバレなかったとしても、後々バレてくるから。絶対ダメ、そんなことしちゃう。うん。それなんか賞とか取っちゃったらやばいよね。やばいね。やばいね。はい、じゃあね、冬休みもね、始まったばかりですが。はい、楽しい冬休みが始まりだ。ひむちゃん始まってるようなもんだけどね。そうね、なんか私の方が早かったよね。ひむちゃんもう1週間ぐらい結構休んだもんね。うん、お休みあったじゃん。うん、ちょくいんだー。ひむちゃんの学校の子みんなね、もう早いもんね。うん、早で、宿題ね、ちゃんと
早めに終わらせましょう。うん、少ない。ひめちゃんある？もうあるっちゃあるけど、めっちゃ少ない。俺も B2B2 少ないけど、すぐ終わらせる。 B2 うん、書き初め以外、1時間くらいあればいけるかもしんない。そんなに？うん、奥は2時間で終わる。ぱっと見た感じ、結構簡単だったからいける。書き初めは1時間くらいで終わるね。かな、知って。まったねー、バイバイ。若いし、ゲー、ほら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 、本当にひび入っちゃうよ、地球に。動画も